さあ行きますよ。太陽神様どうか落ち詰まりくださいというね、この1ページ目はまあちょい店にあったところでございますけども、国が滅んでしまうと、見ろ空の日々から見える炎、世界が終わる、許さぬぞリブドールども、生人形と書いてリブドールどもというね、早速タイトル回収ということでございます。拙者のへ、神殿をうちのペ我がしもべたちをということでね、神殿イコールこいつの部屋であると、そしてしもべたちっていうのはこいつのペットであるということが語尾を最初に言っちゃうことによってまあバレていくと、そんなに頭はよろしくない感じはしますけども、どういうことなのかというのをね、読んでいきましょう。怖すぎるんだけどあいつ、何が神、悪魔じゃねえか。なんかこの辺もなんかね、後々聞いてきそうなというかね、ワンピースの根幹に関わるような話の気もしますよね。悪魔って言われるのがいわゆる悪魔の実とかね、悪魔の子とか、悪魔っていうのがまあワンピースの根幹に、関わるようなね、重要なワードだと。神っていうのも同様に、天竜人は自分たちのことを神と呼び、実はルフィが神だったというね、お話でございますのでね、神と悪魔の関係性をね、この辺で匂わせていると。町田、あの起伏大丈夫か、これ全部ブロックで作ったのかというね。飛べ猫、はい、イスカット様の上に乗っています。まあアラバスタでいうところのまつげとかね、カニみたいな感じで、もうまあちょっスパーがいるからっていうことではないのかな、いうことを聞いてくれてるような、状況でございますけども、まあ後々なんかこの動物とはずっと仲良くしていきそうな感じはしますけどね。まあ、せっかくあいつが作ったんだ、壊さねえように逃げよう。優しい。ブロックの部屋を、まあ、壊さないように逃げようというね。まあそんな破壊が趣味とかではないですからね。我々のね、海賊団はね。我々麦わらの一味は破壊が趣味なわけではないでございますので、ただ腹が減ったんで、ウサギは食っちゃいましたけど。腹が減ったんでウサギは食っちゃいましたけど、それは悪気があってのことじゃないというね。あの弱肉強食というね、世界で生きているがゆえの山で育ったルフィならではの発想というね、ところでございます。でけえなーこの巨人なー、待てイスカットと、お主なぜそいつらを助ける、猫に乗ったら一瞬で世界の果てだな。まだまだ続いている。だからルフィ、この国の設計図を大丈夫覚えた、なるほど、そんなに複雑な設計図じゃないってことなのかな。もうその設計図手に入れたけど、波がポイって捨てましたけどね。見てルフィ、あそこにさっきの鏡の扉が映っている。雲はよく見たら吊り下げられた綿根、広く見えても巨人にとっちゃただの部屋だからな。全方向鏡とは風景が永遠に続くわけだ。だからあっという間よ、あとはまっすぐ進めだけど。あー、わかりやすい上から見た図みたいなのがありますね。なるほど、そんなにでかいところじゃないのか。もう中にいるやつらってそれ気づかなかったのかな。どういう感じなんだろうね。もう国の半分は超えていると。いわゆる先週出てきた巨人サイズの部屋みたいなのあったじゃないですか。レゴブロックがあって、ミシンがあって、待ち針みたいなのがあってみたいな、あの部屋の2倍ぐらいの大きさがその謎の国、いわゆる鏡で全部覆われている国っぽいですね。この図で言うとね、2倍か3倍か 2.5 倍ぐらいか、そんなにでかくはないっていう感じかな。でっかい家の中のまあ一部って感じなのかな。なるほど、設計図を見てこの世界を見破ったつもりでござるか。しかしここは本来巨人族のための留置場。何これ。なんか虫取り網みたいになってますけど、なんか前回この太陽神様の武器、なんか太陽をモチーフでなんかめちゃめちゃかっこいい、なんか魔法でもそっから出てくんじゃないかみたいなさ、雰囲気のあるめっちゃかっこいい杖みたいなの持ってたんですけど、これ虫取り網になってましたね。虫取り網なのこれ。やっぱ子供っぽいって感じなのかな。あいつ侍の言葉使ってねえかと。そうだね、拙者がなんでか気になる。いかなる巨人族でさえ逃げられぬよう設計された施設、ウヌラが壁の果てに行き着いたとて壊せるものか、そっちはただの行き止まりでござる。だから、まあ、その全体像が見えてないわけですよね。麦わらの一味はわけわかんない謎の国っていうのに閉じ込められて、外の世界にまあ出たいっていうことなんですけど、まあ全体像が見えてないから、どんだけでかい施設なのかもわかんないし、まあこいつの言ってることが正しいんだったら、いわゆるその謎の国で鏡ぶち破って巨人族の部屋に出ました、でその太陽神つって頭蓋骨かぶったやつが出てきたから怖いから、また謎の国に入って反対側に逃げました、でイメージでは反対側破れば外に出られると思ってるんだけど、こっち破っても行き止まりっていう設定みたいですね。なるほどなるほど。うちとって何なんだろうね。おい、避けろよ、ね、猫と。イスカット様がなぜ上に乗ってる誰だと、さっさと進め。あー、なんか網に捕らえられてるっぽいね。木
金属ワイヤーだが無駄だ、その先には凶暴な耳神がいる。え、耳神ってあの食っちゃったやつかな、太陽神様、実は耳神様なんですかうわ本当に食ってるわ、骨だけになってるわ。本日原因不明の消死を遂げられ、痛ましくとも不吉極まりないと思った矢先、空にもひびが入る怪事件、呪われた一日ですと。ぐぬぬやられたのか、そんなバカな、あんな凶暴な肉食ウサギ。でもう耳神とかってもう設定なんだな全部ね、心の中では肉食ウサギって言ってんじゃん。グルドバニー、耳神様はグルドバニー、耳神様はイスカットっていう名前なんだね。どういう共通点があるのか、後々考えていきますけども、気づいた時にはこの姿と。デフフデフフフフ、笑い方特徴的ですね、初めて出ました笑い方が。この笑い方が悪魔の実のヒントとかになってることはあるんですけど、まあでも巨人族って結局ね、能力者じゃなくても特殊な笑い方してるんで、まあ能力がこれで推察できるかはちょっとわからないですけど、まあ結構特徴的な笑い方ですね。愛しい尊いと、これも世界、囲い込まれた箱庭で、起きる筋書きのない物語、あなたとあいつらワクワクするでござる、デフフ、拙者の作ったこの世界に悪が生まれ英雄が生まれ、だから自分が作ったことが確定していって箱庭でワクワクしてるんだ。悪とか英雄とか RPG みたいなのをなんかってことなのかな。悪が生まれ英雄が生まれ歴史が作られていく、拙者だけのミニマムな世界のリブドールの妙味。ちょっと読んでいきますね。もしやこれは二度とないチャンス、脱出口は開かれている、今のうち逃げるんだあ、こいつらみんな逃げてえのかやっぱり。なんかその天竜人が人間を飼ってるとかさ、そういうこう残酷な人が人を支配する、人が人を管理するみたいな世界って結構ワンピースではこう象徴的に描かれてきたと思うんですけど、権力者としてのね。でここの謎の国に関してはまあ比較的自由度を与えられてるけど、まあある種管理されてるのと一緒だよなっていう話はしてたんですけど、どういう感じなんだろうねみたいなね、ここに住んでる人たちはどういう気持ちなんだろうっていうのが、まあなんかこう忠誠を誓ってる感じもあったんでね、耳神様みたいな感じでね、やっぱり逃げたいっていうことだね。でこんなのをルフィが知ったら窮屈だとかね、ぶち壊してやるっていう発想になりそうですけどね、今までのルフィの性格で考えたらね、何笑ってんだあいつと、もがけ拙者の手のひらの上で、ハイルリンが認めても拙者は認めぬぞ、どうする。もうやっぱエルバクの戦士なのかな。なんかさ巨人族にしてはなんか巨人族の 3,4 倍とか5倍ぐらいでけんじゃねえかみたいな、そのサイズ感的にはさ感じがあったんですけど、ハイルリンのことをまあ知ってるとしてもエルバクの戦士イコールにはなんねえか。あー久しぶりの技出た、必殺緑星ドクロ爆発草、ドーン、パリンパリン割れてます。ダメだ、鏡は割れたが相当家庭壁だぞ、俺に任せろと。デフフフフ、よきよきでござる。これやっぱオタクか、運命に抗う非力なドールを押せる神か。ああもうか押せるとか言ってるからオタクだわ完全に。虚無、絶望もまた世界、挫折落胆もまた歴史、世界とか歴史とかいろいろ言ってるね。弱く滑稽しかし果敢、寒類不可避、ウヌラを迎えてよかった。あもうオタク風早口で、早口だろこれ多分。ルフィ足そう、ゾロ足そう、ナミ足そう、嘘足そう。ちょっと待って、なんで私たちを認知してんの。サン足そう、チョ足そう、足そうってなんだ。穴あげるぞ、ちょっとギアフォース。ねえウソップ、天才って誰のせいでもないわよね。あ、なんかやろうとします、なんかやろうとして自分に責任が来ないように保険打ってますね、ナミさんが。それやめよう、地震も洪水も雷も誰という犯人はいねえな。実はいるんじゃねえの、ワンピースの世界ね、地震洪水雷犯人。私たち本当に怖い目にあったわよね、正直あいつムカつく。わかるぜナミさんその怒り、俺もずっと憤慨してたんだあいつに。はい、ずっと考えていたあのクソ野郎、ナミさんを着替えさせやがったんだ。こういう時のサンジはね、大概こんな感じですからね。あいつをこの足で粉々にしてやりて。それはダメよサンジ君。だけどきっと天罰が下るわ。麦、また何かを運んできたのでござるか。これサニーゴか。おい、これは麦わらの一味。あ、知ってんだ。やっぱりね。別に計画性はなかったんだ、これ。だからなんか結構シリアスに考えてたっていう感じだよね。なんか船で幻覚症状か見てしまうアブさんっていうのを飲んで、で、そこからみんなが寝てしまって気づいたら謎の国みたいなだったから、誰かの計画性がこうね、関与してそうな、なんかこう策略されてそうな感じがあったんですけど、あ、こいつあれか。扉絵連載では出てきたやつだっけ、航海士ロードみたいなやつだっけ、ゲルズ、ロード、ゴールドバーグみたいな、その新挙兵海賊団のハイルディンが船長の海賊団の航海士みたいなやつだったか、こいつ。あ、ブーツも一緒だった。ブーツは伏線になってたのかな、じゃあ。前回の時点でブーツは女性っぽいんだけど、やっぱりパイオツの膨らみは確認できないなっていうことで、女性なのかな、男性なのかな、みたいな話はしてたと思うんですけど、ロードなんだ。言われてないか、随分よく眠ってるな。まさかエッグヘッドの航路の眠切り地帯。
正直拙者ハイリディのやつが勝手にこいつの子分になったと聞いて苛立っていた。なるほどね、まあ、ハイリディが勝手に決めていったみたいな話だけどね。こんなエルバフの戦士もいるんだ。新挙兵海賊団である拙者もこいつの子分に。世界一強いエルバフの戦士がチビ人間の子分、プライドはないのか。なるほどね、まあ、ルフィと関わってないからっていうことなのかな。見ろこの小さく弱そうな体育、こっちはおお押せる、デクフフフ涙そうで起きそうになってプシューってなんか煙みたいなのやってる。もう少し眠ってもらおう、次に目覚めるときはデクフ。このまま行方不明で良きだよな。ずっとここで暴れて拙者と共に暮らそう。ウヌラの下にはつかぬが上なら。というか四皇であることとか知らないの。こんなことしたらハイルディンを裏切ることにもなるから、もうハイルディンにぶち切られるほど濃厚だし、むしろそんな裏切りしたら裏切り者には制裁をで命すら危ないような気もするけどね。例えば自分の会社の社長が一番お世話になっている人を閉じ込めて監禁してるって話だから、何やってんのこいつは。ロードは準備はいい、ゼウスと、元気もりもりだよナミで雷帝ドゴーンって来ました。まあね、ちょっとなんか空島とこうリンクしていくような雰囲気もあるんで、雷帝が来るとねどうしてもエルトールみたいなの思い出しますけどね。エルトールで上ばみノラがあの丸焦げにされるみたいなとかね。で太陽神がーって言ってるな。名残惜しいけど出るぞブロックの国。ああもう出るの。ゴムゴムのやっと外か。ザマミのエログジ、外がエルバフであれ。コングガーン外だー。あ、目にしたものは、自己救済なしということでございます。なるほど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 。あ、いろいろ分かりましたね。まあこの謎の国の外の状況っていうのはまああんまり分からないまままあ終わっていったけど、まあ伏線というかね、匂わせとしてはこの作ったやつはここは巨人の留置所なんだと。巨人でさえ出られないような健康なシステムになってますと。反対出ても行き止まりだぞっていうことなんで、航海士ロードがオタクで対応しんだったわけですけど、やっぱり何かを参考にしてると考えるのがなんか一番いいような気もするんですけどね。正義と悪みたいな話とかさ、で太陽神とか、なんか明確なビジョンがありすぎる気がするんだよね。なんかこう RPG なんですけど、1128話1127話ぐらいの深掘りで言ってたのはやっぱり元となる絵物語みたいなのがあって、なんかそれを参考に世界を作っていってるようななんか印象は受けますね。ビジョンがものすごい明確だから、まあその謎に包まれていた太陽神ロードっていうのがまあ何者なのかは分かっていったと。ロードでしたね。航海士ロードでしたね。というかこいつ何やってんすかこいつ。なんかもうイメージが全然違いすぎてロードの。ねえ、あんなオタクっていうか。俺もなんか音読ちょっとしてた部分もあるんですけど、なんかやっぱりオタクの早口口調みたいにするとなんか気持ちよかったっすね。デクフフって笑い方とかも。笑い方ディグフフフでしたね。というかこいつ今も話してたんですけど、まだ新挙兵海賊団にいるんすよね。で今こんなことしてんすよね。だから自分の会社の社長が一番お世話になってる人を閉じ込めたりしてるってことですもんね。我々に置き換えると絶対にクビになるし、絶対にハイルディンからブチ切れられるし、なんか制裁みたいな話にもなりそうですけどね。なんか船長といえどなんか横並びなのかな。あー、なんかそんな感じなのかもしれないですね、新挙兵海賊団。確かにハイルディンとかは一人でドレスローザに来てたりとかするんで。はいはい、ああそうですね、確かに。どうなんだろう、春に来たのも当時新挙兵海賊団がなかったんだと思うんだけど、はい、全員じゃないですもんね今の新挙兵海賊団。あの時ロード来てなかったのかな。あれ来てなかったと思うんですね。ゲルズ、ゴールドバーグ、ハイルディン、うん、そうですね。でも航海士いないと航海できなそうだけど、船で待ってたとかそういう話なのか。でも確かにあそこには見えなかったな、確かです。だから仲良しだし同じ故郷だから一緒に行動することもあるけど、なんかそんな感じで仲良し小良しとかではないっていうことなんでしょうね、うん、そうですね。にしてもやってることめちゃくちゃだけどなそれは。でなんかあのムギンっていうカラスが、フギンとムギン合わせてムギンのカラスがサニー号をさらったと。でこれ麦わらの一味ガーンって言ってるってことは計画性なかったって話ですよね結局。そうですよね。だからああいうことをやって、まだバッタに乗ったおじさんとか、はい、今回も何人かいたけど、そういうのをこう取ってたんでしょうね。取ってたんでしょうね。で着替えさせて遊ばせてる。着替えさせて遊ばせてる。めちゃくちゃでかいですよね。そしたら巨人族の庭ですよ、あれ一人の庭ですからね。でなんか神木さんもその1127話8話ぐらいの時にこれ普通の巨人族より明らかにでかくねえかみたいな、なんか感覚を持ってた人が多かったことを神木さんも知ってると思うんですけど、なんか普通の巨人がまあ 12,3 メートルって言われて、確かドリートブロギーとかが20メートルぐらいなんで、でこれこいつ 5,60 メートルあるだろうみたいな話っぽかったっすけど、っていうこと今回の描写考えるとまあ普通に20メートルぐらいってことなんですかね。ってなるとルフィたちちっちゃすぎねえかになりそうですけどね。なんかちょっと確かに
外のやつ分かんないですもんね、サイズがね。あ、そうですね、扉への、あの、一人一人紹介の時のやつですよね、ロードのやつは。比較がなかったんだよな、新居兵海賊団のメンバーって一人一人紹介されたから、他の人との比較じゃなかったから、サイズ感はあんま分かんないけど、まあ、そっか、ちょっと身長が高い巨人族みたいな話でもあるのかな、このロードが。で、まあ、反対側の鏡を、まあ、コングガンでぶち壊して、外がエルバフであれって言ってましたけど、ウソップとかが。ただ、このロード曰く、そっちは行き止まりだぞ、ここは巨人の留置所なんだっていう話だったんですけど、まあなんかそういうことなんでしょうね。エルバフにボンって行けるわけじゃなくて、まあその留置所の全貌っていうのが次週とか明らかにちょっとなっていくのかな。留置所って何なんだろうな、どういうことなのかな。刑務所ではないですね、留置所なんですね。天井も鏡なんですかね、といいですけど、なんか雲を吊るしてたりして、はい、世界中すらも真似事で置いてるだけかもしれないですよね。そうですね、そうですね。庭にある木って感じですもんね。庭にあるちっちゃい木ってことですからね、多分。そしたらやっぱりあのエルバフの背景に映されたあのシルエットのでっかい木っていうのは明らかにでかいですもんね。あれはのぶとい、太々とした、こっちはちょっと細い。今回のはだって一人の巨人族の庭ですからね、庭に生えてる一本のでかめの木って感じなんで、はい、やっぱりああいった感じのことを一人でやりたくて、世界観作りたくて、そうですね、世界中もエルバフにあるでっかい木を真似して植えてるだけかもしれない、ね、そうですね。だから今もその話もちょっとしてたんですけど、何をこいつが参考にしてるのかみたいなので、うんうん、まあ、エルバフの歴史とかエルバフの世界観っていうのを再現してるのもあると思うんですけど、うん、なんか俺の中ではなんかあまりにもビジョンが明確だなとも思うんですよね。正義と悪の関係性とか、この世界に悪が生まれ英雄が生まれ歴史が作られていくとか、うん、で俺なんか絵物語みたいなのを参考にしてる可能性ねえかとか思ってたりしますね。なんかエルバフとかに伝わっている、なんか太陽の神に関する絵物語みたいなのをなんか参考にしてその世界を作ってるみたいなのねえかなとか思ったりしてますね。わかりませんけどね。あ、でも神さん、これ天井が鏡だったら鏡が反射して地面が映っちゃうみたいなの、だから天井鏡じゃないですね、うん、そしたらですよね、はい、庭だから空なくてもいいのか、なくてもな、外飛べるやつみたいなのがまあめったにいいねっていう感じなのかな、わかんないけど、まあ、その辺の海賊連れてきてもまあ大丈夫でしょうみたいな、外逃げられない限り。まああとあのマジックミラープラスなんか鉄の網みたいなのだったじゃないですか。だから上に、あ、でも上に鉄の網あったらさすがにバレるか、まあどうなってるかちょっとわかんないですね。吹き抜けになってんのか、昼とか夜とかあるんですかね、これ、この謎の国は。そうですもんね、確かに、うん、ちょっとわかんないですね、その辺は。うん、そのハイルディンとロードの関係値がよくわかんないですよね。わかんないですね。今はなんか一緒に行動してるっていうか、はい、近くにそうだけど、ハイルディンって、はい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 、でもロードはもちろんエルバフで生まれてるんで、はい、太陽の神とかっていうのはもちろん知ってるわけじゃないですか、はいはい、でルフィが二課状態に先週なってるのに、はい、太陽の神だっていう風になってないのはリアクションがありませんでしたからね。そうですね、どういうことなんだろう。だからもう手配書の時点で知ってはいるみたいな話なのかな。あ、それでも認めてないと。それでも認めてないみたいな。あ、だからニカのコスプレをして手配書取られてやがるなみたいな感覚なんすかね。でもそれだとしてもなんかリアクションちょっとなんかはありそうですけどね。また手配書でお前やってるようなニカのコスプレしやがってみたいな、わかんないけど。確かに太陽神は俺だけだみたいな。太陽神は俺だけだみたいな、はいはい、何にもありませんでしたもんね。ワンチャン知らないとかもあるんですかね、その太陽神ニカのことを。知ってそうですけどね。幼すぎて知らないとか。幼くねえもんな、でも別に。そうなんだろうな。その後説明がなんかあるかもしれないですね、この辺は。うん、これは壊した先には何があると思います。だから匂わせとしては行き止まりっていうことなんで、巨人の留置所となるものにたどり着くっていうことなんじゃないですかね。だから今なんかサニー号で乗っててアブさん飲んで寝ちゃったら謎の国に目覚めたらポツンっていたって話じゃないですか、うん、でこの国の全貌っていうのがちょっとずつ明らかになって、鏡ぶち壊したら巨人の国にぶつかってもう片方から出るみたいな、これどんどんでっかくなっていくみたいな話なんですかね、規模がこう。そうですよね、バンバンバンでマップがどんどん広がっていくみたいな、わかんないですけど。確かに RPG ですね、まさに RPG みたいな感じでこんな狭いところに俺たちはいたのかみたいな感じになっていくのかな。そうですね、一人の家っていうか部屋と庭だけですもんね今。そう一人の部屋と庭だけですよ今。めちゃくちゃでかいですよね。めちゃめちゃ規模でかいですよ。だからそれが留置所なるものがあって、で確かになんか留置所というかなんか普通の一軒家みたいなのじゃないことはなんかあったじゃないですか、なんか前回の感じでなんか扉がいくつかあるみたいな、なんかそんな感じの、あの家っていうのが何なのか、巨人の留置所っていうのが何なのかの話になりそうですけどね。だからなんか感覚的にはそれを全部突破したらやっぱりエルバフにいそうな気はしますけどね、
こうなってくるとやっぱりエルバフの一部ではあるって感じですね。エルバフの一部っぽい気はしますけどね、まだわかんないですけど。ウォーランドなんで。いや、しかしこのロードキャラ濃いな。濃いっすね。未来で描かれた時のなんかかっこよさげな寡黙なね感じ。はい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 、そうですね。こう下がってるっていうか、寡黙な剣士みたいな感じ、イメージあったけどな。なんか襲って喋るぐらいの、はい、その赤髪海賊団って言ったらベンベックマン的な、はいはい、なんかそれぐらいの感じ。全然違った。おかしすぎる。あとなんだろう。新居兵海賊団がもう出てくると思わなかったな。完全に思わなかったっすね。とか全然違う、海にいると思ってました。だし太陽神も絶対新キャラだと思ってた。俺既存キャラだとまさか思わなかったわ。であとまあグルドバニーとかっていうのもありましたね。何の略なのかな、これ何のネーミングなんだろうな。北欧神話の名前がヒルムンガンドとかムギンみたいなのがある中で、まあ、イスカットだけが名前の由来あんま分かんなかった。神木さん調べられたりしました？グルドバニーはグルトがグルトじゃなかったけどなんとかルトっていうのはありましたね、北欧神話の巨人で。あ、スルトですか？あ、スルトか。炎の巨人スルトはいますね、確かに。あ、スルトと、まあ、グングニルか、何かしらの。ああ、そうか、いろいろ合わせ、あ、そうか、合わせ技みたいなことで言うと、それも北欧神話って考えるのもありなのかな。キルフンガンドとか、ムギンと比べると分かりにくくあるんだよな、でも。イスカット入れてますよね。イスカットもなんか分かんなかったっすね。イスカっていうエースの恋人がいたんで。ああ、確かに確かに。なんか、その辺と関わったら熱いなと思って、俺なんかそんな考察をみんなにお伝えしましたけど、イスカのキャットでイスカットなんじゃないかみたいな。なるほど。はい、結局、アミガサのやつとかも、このワノ国と関係あるとかじゃないっていう話なんですかね。オタクだから、そうですよね。デフフフで拙者とかって言ってるのか、それとも本質的に拙者っていうのは意味がある一人称なのか、なんかその辺も分かんないな。なんか話見るともう完全にオタク 100% って感じですね。もうオタクだから拙者って呼んでた。でなんかこう和の国と関わりがあるように見せた、まあ、ミスリードとまでも言わないんだろうけど、こういうの、うん、ミスリードでもないのかもしれないですよね。でフフフフって笑ってる。なんかオタクそういう風に笑うイメージあるもんな。まあちょっと固定概念なんだろう。ちょっと古いタイプのあれですよね。そうですよね。オールドスクールの。オールドスクールのオタクですよね。なんか何足そう何足そうとかデュフフとかって笑うイメージあるな。なんかオセルとか神回とかね言ってますね。言ってましたね。そう、ネットに書くことはあっても、いや、そうなんだよな。テキストの、オタクのテキストなんだよな。そう。それを普通に話してるんだよな。テキストしていくって、そう、もう、典型的だもんな。典型的ですね。多分、あんまり頭もよろしくない感じで描かれてる感じはちょっとするな。神木さん、ちょっと話変わるんですけど、ワンピースのニュースとかって、死ぬほどなんかすごいのとかってあったんですか？俺なんかもう寝ちゃってて、見逃しちゃったんですけど。あ、はい、まあ、すごいね、やっぱりアニメ「ワンピースが4月までお休みになって。聞きました、聞きました。4ヶ月5ヶ月ですか？そう、やっちゃう。その間魚人島編をやるんですけど。ああ、その間アニメの枠で「ワンピース以外のアニメがとかじゃなくて、過去を リメイクして今の作画みたいな感じで。え、あ、過去のものを再生するだけじゃなくて、あ、もうそこがリメイクなんですか？完璧に直したわけではないと思うけど、はい、変わってましたね。へえ。だから今のアニメの「ワンピースがあって、新しく始まるザ・ワンピースみたいな、あのめちゃめちゃ綺麗な作画のパターンってあるじゃないですか。はいはい。それの間ぐらいの感じなんですかね、魚人島編は。じゃあ魚人島編は今の作画で魚人島編って感じじゃないですかね。ああ、なるほどなるほどなるほど。あと、あの神木さんがアプリ入れてなんかどうのこうのってやってるの俺見てたんですけど、俺も入れたんですけど、神木さんと同じ間違いしました。あの最初にポイント買っちゃいましたね、上の方で。あれ罠っすよね、マジで。あれは良くないよ。俺も最高額とかどうせなら買っちゃおうかなって思ったんですけど、ちょっとわかんねえから1000円ぐらいにしとこうかなっつって1000円分ぐらい確か買ったんですけど、結局チケット下の方買えみたいな。あ、そうですよね、あれ。なるほど。じゃあ、その、例えば映画のワンピースが始まる公開とかっていう、そういう情報はなかったっていう感じですかね。なかったです。なるほど、なるほど、なるほど。今回は、太陽神様の正体が分かったって感じでしたね、一番は。太陽神様のがロードだっていうのが、まあ一番の感じですね。びっくりしたな。いや、これがすごかったな。これどうなっていくんだろうな。だから、新居兵海賊団等の関係性もより深くなったりとか、まあなんか、敵対することはなさそうなんで、こんな感じの可愛いキャラなんで、ロードが。そうですよね。ね、もろに敵対はなさそうだけど。あとなんか、あれですね、扉へのお玉がくの一になるための努力をしているのがめっちゃ可愛かったですね、これ。可愛かったですね。そして、しのぶが戻ってましたね。しあ、そうか、しのぶ戻ってんのか、これ。そうか、そうか、そうか。めちゃめちゃ美人に一回なったんですよね。また戻ってんの。これは、その、緑牛
牛の。ああ、そうか、緑牛に吸収されて一回美人になったって話だったんだ。緑牛の能力に制限があるっていうのは見れなくはないと思うんですけど。はい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 。期限があって、おたまちゃんみたいな。なるほどなるほど。1ヶ月後みたいな話なのか。ここには戻ってますみたいな。そうですね。それかまあ平和になって食べ過ぎちゃったか。まあその戻ってるとするんだったら、インペルダウンに投獄されていったクイーンとかも戻ってる可能性あるってお話ですもんね。それで言うんだったら戻っちゃってたもんな。戻ってるやんけっていうツッコミはできなかったな、俺忘れてたな。そうだそうだ、確かにそうだ。なんかナチュラルに戻ってたから。ごくごく自然にずっとここにいたみたいな感じだもんな。目が覚めたらまあ謎の国にいたと。で、なんかこうイメージ的にはこの謎の国からちょっとこう出て外の世界をちょっと知ると。で、謎の国っていうのはこう箱型になってて全部マジックミラーで覆われています。で、ルフィがぶち破ったそのそっちの面は、その太陽神がまあ作業しているような巨人の部屋の空間でございましたと。それがもう全部机も椅子もミシも何もかもが巨大サイズ、チョッパーはそこに鉄の首輪で繋がれてましたみたいな話なんですけど、まあたまたま4分の1当たったみたいな話だよね。チョッパーがいるところを4分の1を引き当てた、 25% を引き当てたみたいなことでしょうけど。で、サイズ感的にはマジックミラーで覆われている謎の国とその巨人サイズの部屋っていうのを上から見た時に、巨人サイズの部屋の、まあ、2倍ぐらいの大きさの部屋っていうのが、箱庭っていうのが、まあ、謎の国だったっていう、なんかサイズ感的には、そんな感じに見えましたね。巨人族のための留置所、本来巨人族のための留置所ってことは、つまり今は違うってことだね。昔は留置所として使われてました。でも今は留置所としての機能は果たせてなくて、本来は留置所だから逃げられないようになっています。それを、今このロードが住処にして自分の趣味部屋として使っています。ラブホテルのビルをカラオケ店として扱うとかさ、あ、なんかそんな感じで、元ラブホテルだったビルをちょっと改造して、なんかこうね、カラオケ店として使うみたいなイメージなのかな。だからさ、その本来どうなってたかを考えたよね。本来はここが留置所になってて、太陽神がつかつか歩いてたところに部屋が何個かあったりしたじゃん。留置所が何個かあるみたいなことを匂わせてんのか。留置所は警察内、あ、だから警察の内部に留置所があるってことか。でもドラクエとかだと城の地下に必ず揃う、や、あ、そういう感じなのかな。エルバフの城の地下なのかな。で、あとこの RPG っていうのがどこまでこう続くかだよね。もうこの謎の国ぶち壊して RPG っていうのが終わりっていう意味なのか、なんかこの冒険通して RPG みたいな話なのかね。容疑者だから犯罪者ではないのか。やっぱり容疑だから犯罪者の可能性があるから、証拠隠滅とかさせられないように一時こう入れておくみたいなことかな。で、警察署内にもあったり現実世界ではするから、いわゆるエルバフの警察署みたいな建物の中に、今はもう使われていないエルバフの警察署みたいなのがあって、その一部に留置所があって、で、今はもうこの警察署としての機能は果たせていなく、この一部の留置所として使われてたものをおもちゃの国というかレゴの国にロードが変えているっていう認識でいいのかな。いや、確かにそうなんだよな。巨人族の留置所ならサイズおかしいんだよな。こいつをなんかね、2、3人とかならわかるんだけど、ロードが現に謎の国入れてるわけだから、まあ何人かは入れるよね。で、留置所って多分現実世界もそんな広いもんじゃないだろうから、まあこのぐらいのサイズはちょうど留置所っぽくはあるんだけどね、私のイメージの中では。一人一部屋なのか、巨人が一人一部屋留置所になっていますと。この先は行き止まりだっていうのも、行き止まりをぶち破ったら次の留置所があるっていう話だよね。単純に考察的には、まあその先の展開予想的なことで言うと、ルフィが目にしたのは何かっていうのが、まあ考察の対象というかね、展開予想の対象にはなるんでしょうね。現実世界の留置所っていうのはこういう構造になっていることが多いから、まあそれと照らし合わせるんであれば、隣も巨人が一部屋に一人ずつ入るような部屋が、まあ羅列されしてるんじゃないかと。で、現に太陽神がこうやってね、その謎の国のその部屋に歩いてくる時も複数の部屋があるかのような描写がありましたと。つまりはその先をぶち壊したとしても無数に部屋が広がっているだけなんじゃないかみたいな。これがエルバフかどうかっていう話もあるよね。まあなんかエルバフなような気がするけどね、さすがにね。これゲームとか映画とかでもなんかある設定ではあるじゃん。謎の空間に閉じ込められて身近なものしか見えない状態で、でそれをこうクリアしていく脱出ゲーム的なのも、なんかそういう設定って結構多かったりすると思うけど、でこんなに広いんだここってっていうさ、やってクリアしていくのが、もっと広いのっていうさ。
えこれ階層もあるのとか、どんだけでけえとこに俺最初閉じ込められてたのみたいなニュアンスってこう皆さんもなんかこう一度はなんか触れたことのあるような設定だとも思いますけど、なんか印象としてはなんかそんな感じなのかな、わかんない。キューブとかね、あれなんかワクワクはするよね。でもね、あれあの感じ、どんなとこに閉じ込められてんの、その全貌を知れば知るほどどんどんね規模がでかくなるみたいな。あ、そうだね、リアクションでちょっとはわかるのか、ルフィの最後のリアクションでちょっと危機とした表情にも見えるんだよね。なんかちょっとワクワクしてるようにも見えるよね。なんかこうやっぱり世界は広がったのかな、この表情を見るに。冒険だ、エルバフであれって言ってエルバフであったっていう話なのか、この表情で読み取るのはちょっと若干むずいかな。じゃあちょっとこれ皆さんに聞いていいですか、今ルフィが目にした反対側の扉をぶち壊したその先には何があると、皆さん初見で思いましたか、今思ってますかっていう。知り合いがいた、なるほど、個人的には知り合いにあったようなリアクションに感じた。あ、キッドがいる、あーなるほど、ハイルディン、大海原、女風呂、ははは、あ、まだ船の上、巨人がいっぱいね、桜が満開、へー、食い物がある、ハイルディンが飯食ってそう。あ、ハイルディンと再会は普通にあるか、めちゃめちゃあるか。そう言われたらそうにしか見えない表情に感じてくるな、この最後のルフィが。ハイルディンと再会、まあロードがいるってことはハイルディンも近くにいるでしょう、ゲルズも近くにいるね、ゴールドバグもいるでしょうっていうことで、まあ隣の部屋にいた、なるほどね、普通にハイルディンがいそう、幼獣アダム、あ、麦、残りの麦わらの一味に再会、食い物、普通だけど、巨人の国にエルバフにたどり着いたって、やっと外の光だっていう感じ、監獄島、そこは空島の端でそのまま落下しそう、ドラム王国の5人の黒ひげオマージュなら、あーなるほど、ドラム王国の5人の黒ひげオマージュなら桜かなって思ってますって。新疆兵海賊団の紹介が自然かも。ああ、なるほどね。ハイルディンいたら一緒に、そうだね。違和感としてはそこだよね。だから、自分の船長の第四人を誘拐したり、お前何やってんのって話だから、ハイルディンには内緒にしてるんでしょうね、多分ね。ね、何やってるんだっつってぶん殴られるみたいな話だよね、多分ね。ハイルディンとこの後すぐ再会だとしたら。お前がこそこそなんかやってんのは知ってたけど、お前、俺の恩人に迷惑かけんじゃねえよっていう。飛べ神々の国までっつって。グングニルやったらウケっけどな、そこで。ロードに対して。いやー、なるほどね。巨兵海賊団と新巨兵海賊団を分けて書いてるのが、意味深。そうだね。だから、なんかエッグヘッドの時とかに言ったんだっけかな。やっぱり世代交代みたいなのを、まあ、こうイメージしてるとも思うよね。まあ、それこそ海軍の体制とかも、どんどんこう若い世代に切り替わっていくみたいなね、描写があったりするんで。偉大なる先輩が後輩にこう何かを託していくっていうのが、敵味方関係なくこう描かれていってると思うんでね。海軍の体制とかもそうだし。ガープがコビーにとかさ、まあそういう意味合いにおいてエルバフで巨兵海賊団っていうのと新巨兵海賊団っていうのがあるのは、その意思っていうのをやっぱり若い世代が継いでいくのかなっていうね、まあ、そう考えるとドリー・ブロギー死ぬんじゃねえかとか、まだ巨兵海賊団として活躍してて、だから巨兵海賊団と新巨兵海賊団が共に巨大な戦いに、まあ、来てもいいんだけど、なんかね、その新巨兵海賊団が巨兵海賊団の意思も受け継ぎなんか戦うみたいななんか流れを小田先生想定してるのかなとか思っちゃいますけどね。そうだね、ハイルディン・エルバフにいるならなんでエッグヘッド来てくんねえんだっていうのはありますね。まあなんかその理由が描かれればセーフなんですけどね。なんでサボがエース助けに来なかったんだ、記憶喪失だからみたいな、何々だからがあれば、全然セーフだと思うんですけども。であとはその新巨兵海賊団ってなんかエルバフにさ常々いる感じしなくね。そうだね、なんかそういう意味でもこのロードがこの辺にいるっていうのが、エルバフ近海にいるっていうのがなんかちょっと、あ、そうなんだっていうね、まあ私が勝手に思い込んでただけなのかもしれないけど、なんか新巨兵海賊団ってナグルファルっていう船で冒険しているイメージがあるんだよね、いろんな国をな。まあ巨人が出られないようにしてるから確かに何かあるっていうのはあるのかな。なんか能力によってがっちりガードされてるとかね。あ、ハイルディンが大怪我してたから療養、あーなるほどね。あーそうだよね、もともとバギーの部下で動いてたから、もう傭兵として動いてたから、まあどっかに住んでるとかじゃなくて、なんかもう常々仕事して世界中こうあちこち回ってるようなイメージはあるよね、なんかハイルディンとか新巨兵海賊団でね。オタクは用事がないと外に出ない。でも航海士だろこいつこいつが船に乗んねえと、新巨兵海賊団は冒険が難しいってことでしょ、このグランドラインにおいてさ。航海士、まあまあ、例外もいっぱいあるからね。航海士なしで、そのバルトロメオたちは、グランドラインまで来てたわけでしょ。おばあちゃんに電話するみたいなので。おばあちゃんの知恵袋だけで、なんとか生きてきたね、海賊もいるぐらいだから、まあ航海士いなくても行けなくはないのかな、わかんないけど。なんなんで引きこもりの航海士ってよ。全然適してねえじゃねえか、お前。あー、ドリーとブロギーがシャンクスについて、新巨兵海賊団がルフィにつく。あー、なるほどね。そういう戦いになるのかな。
太陽神の正体っていうのが明らかになった。ただロードがなんでこんなことしてるのかっていうのがただの趣味オタクみたいなもうギャグみたいな話でいいのかな。そのギャグにたまたま麦わらの一味がたまたま何の計画性もなくこれに巻き込まれたと。で多分ロードのこのオタク趣味に、まあ、巻き込まれてしまって着替えさせられて閉じ込められてみたいな話なんだけど、でこの確執とまではいかないけどこれがロードにとってもそして新挙兵海賊団にとってもあるいはもっと広げていくんだったら麦わら大船団と麦わらの一味のこの関係性みたいなのにどうこう響いていくのかみたいな、この小さないさかい小さないざこざっていうのがどういう風に響いていくのかっていうのを考えていくのがちょっと楽しいのかなというかね。むしろそれが大きな溝になるというよりはやっぱりこの子分たち一人一人とのこう絆みたいなのをまださ、ドレスローザの物語って結構良かったけど麦わらのルフィをもうめちゃめちゃ尊敬している子分たちっていうのがまあ集ったっていう話なんだけど、なんかここ一人一人とそんなにまださ関係性深くなかったりするじゃん。例えばイデオみたいなやつとかさ、ブルーキリーだっけ、あいつとかが天竜人に殺されたとかって例えばなったとして、黒ひげ海賊団に殺されたとかってなったとして、この野郎って読者が思わないじゃん、まだなんかイデオが黒ひげ海賊団に殺されたとして、この野郎すぐに敵取ってやっからな黒ひげの野郎とは思わないじゃん。バルトロメオとかはねもう結構ルフィと深いつながりがあるんですけど、なんかそんな感じでまだこう深くはなってないんで、ここから麦わら大船団が起こす一大事件とかもあるし、まあ、世界を巻き込む巨大な戦い必ず起こるって言われているその戦いには麦わら大船団も参加するはずなんで、いわゆるルフィたち麦わらの一味とその麦わら大船団とのこうつながりっていうのをよりこう太くしていくための布石になっていくのかなとか思ったりしますよね、全体像として考えるとね。ひどいひどいこと言うな。いやでもブルーギリーがデボンに殺されましたってなったとしてもさ、いや確かに古文だし思い入れはあるんだけど、ちょっとラフテル優先していいかってならない、読者の気持ち的に。ブルーギリー助けに行くのかいっていうさ、ちょっとラフテル優先してもらっていいですかになるだろう。ブルーギリーが黒ひげに捕まっちゃったとして、まあ、助けに行くんだけどね、ルフィっていう男はブルーギリーがもし黒ひげ海賊団に捕らえられたら助けに行くはずなんだけど、読者の気持ちとして代弁してます、皆さんの気持ちをね。ブルーギリー助けに行くんだったらちょっとロードポーネグリフ優先して見つけてえなっていうね。ルフィも覚えてねえかな。いやでも意外と記憶力、仲間とか絆みたいなところで言うと記憶力は多分ルフィは発揮すると思うんでね。コビーとかさ、コビーはめっちゃ覚えててヘルメッポは完全に忘れてたみたいな、あの感じあるじゃん。だから記憶力はこっちに全振りしてんのよルフィは。仲間とかいいやつとか心的に肉体的にとかじゃなくて心が強いやつみたいなさ。ルフィ、ブルーギリって誰だ。なので今回麦わらの一味いて傘下の海賊団が南蛮隊までいますと。でそのうちのそのハイルディンという新挙兵海賊団のこの南蛮隊の航海士っていうのにこう今スポットが当たってるというね、かなりこう枝分かれしたピラミッドでいうと下の方ではあるっていうね話なんで、ここで描かれる関係性っていうのが新挙兵海賊団にも浸透するだろうし、もしかしたらエルバク全体にも浸透するだろうし、であとその新挙兵海賊団の、まあ、船がナグルファルっていうさ、まあ、ロキが北欧神話上は最終決戦ラグナロクに行くときにナグルファルに乗って神の国に攻め込むみたいなのがあるんだよね。その船に今ハイルディンが乗っているっていう設定だし、ヨルルとヤルルとかドリーとブロギーとか2人の船長っていうのがなんかこう挙兵海賊団、あのエルバクの戦士たちっていうのではなんかこう常識になってる、まあ2パターンなんだけど、こう2人の船長っていうのがさ描かれていくっていう。でハイルディンっていうのは全巨人族の王になるとかさ結構野望を持った人間なんだけど、これと対をなすもう一人いるとしたらもうロキしか考えられないよなっていうね。ロキとハイルディンの二人の船長でナグルファルに乗り込み世界を巻き込む巨大な戦いに向けて天高くこうそびえているマリージュアに攻め込むみたいなのにするとな、オマージュ的には綺麗なのかなっていうね、そんな考察みたいなのもさせていただいたことありますけど、まだそっち方面考えてる感じですね。新挙兵海賊団最終的にはロキとハイルディンの2000船長に落ち着くんじゃないかっていうね。でもう規模もめちゃめちゃでかくなってエルバフの戦士たちっていうのが全員そこに属するというかね、そういう未来もあるんじゃないかとかね、なんかそうなったら熱いなみたいな話したのを覚えてるのが、なんかウソップがエルバフで脱退するんじゃないかみたいなのとかね、なんかそんな話もあって、で俺には8000人の部下がいるみたいなのさ嘘があるじゃん、めっちゃ有名なウソップの嘘が。でまあある種
今現在麦わらの一味の部下っていうことで言うと本当に8000人規模の今5、6000人だっけ。で他のこう地域の人間とか例えば空島のワイパーたちとかさ、アラバスタの鉱座たちとかさ、その辺も全部こう入れたらちょうど8000人ぐらいになりそうなね気配もあったりする中で、ウソップが一回脱退して世界を巻き込む巨大な戦い編で再登場して、俺には8000人の部下がいるって言ってエルワ君の選手8000人いたらめっちゃ熱いよなみたいな話をした記憶あるし、本当にそれ熱いよなって思ってるんですけど、その辺とかがこうどうなっていくのかっていうね。ウソップ脱退は一回やってるから、やっぱりルフィの夢の果てをウソップも聞いてるわけだから、途中で下船することはまあまあ考えにくいなとは思うんですけどね、どういう風になるのかというね。結局ハイルディの部下のいたずらの国が謎の国の正体でしたね。なんかふぬけ感ふぬけ感というか肩透かしというかね、誰がふぬけなのそれ。ふぬけってなんかトゲがあるけどね、ロードがふぬけってことかな。その前回の拙者の時点でオタクじゃねこれって言ってる人が何人かいて、未熟な私はそれを否定しちゃってましたね。いやまだ RPG っていう情報とブロックっていう情報だから、え、そんなにオタクかっていうでそれだったらまだ拙者と和の国を結びつけた方がまだ可能性あるのかなって思ったな。ゲームっていう情報だけとか、まあミシンとかもあったんで着せ替えみたいな要素もありましたけど、それがオタクと言われるとどうかなっていうのがなんか感覚的にはあったんで、拙者をオタクと紐付けるか和の国と紐付けるかみたいな二択だったと思うんですけど、まだこっち考えたいかな、まあちょっとあるのはわかるけどみたいな、そんな感じでしたけど、今回急にもう波出そうルフィ出そうディフフフフって押せる、押せますぞみたいな感じの、そんなやつなのかいお前って感じでしたね。ルフィ足長のやつ、お主まだオタク分かってごらざらんよディフフてかサニー号と巨兵海賊団の船はなぜロープで繋いでおかなかったんですかね。ドリーとブロギーとかがそんな危険性があるんだったらお前ら事前に言っといてくれよみたいな話だね。今回に関してはね、このトラブルは本当に避けられなかったのかっていうね、絶対に避けられない設定として描いてほしいじゃん、感覚としてはさ本当に避けられなかったのか、こんなわけわかんねえトラブルはっていうね。だからそこに誰かしらの策略が働いているとか、この太陽神と来いって言ってた、そのもうルフィたちがエルバフに向かってくることを知ってたかのようなアミガサのシルエットのやつがいたんで、あいつとかのまあ操作とか策略によって計画的にルフィたちは謎の国に閉じ込められていたっていうなんか感覚でいたんですよ。それがいいっていうねそうなってくれけど、まあ、今回だけで言うとどうやら偶然、まあ、いつものように謎の国にその辺の海賊たちをこう放り投げて干渉して遊んでるみたいな、その趣味の中に麦わらの一味も紛れ込んだと。でたまたま紛れ込んで知らないまま謎の国に入れたっていうことじゃなくて、ロードはおいルフィじゃねえかっていう麦わらのルフィやんけこいつっていう、こいつ新巨兵海賊団のハイルディンが妙に慕ってるやつなんだよな、俺納得いってねえんだよな本当はっていう、ほらこんなにひ弱だろ、ただ涙そうはかなり可愛いでござるね、ギュフフフ言ってんだけど偶然気持ち悪いやつになんかさらわれちゃったみたいな話ではありますね今のところね。でこいつがこうエルバフの選手の中でどんなポジションなのか、いやちょっとなんかエルバフの選手は俺スパルタみてえなのをイメージしてるから、300の神の味がしたみたいな、俺はスパルタみたいな男の汗臭い泥臭い熱苦しい、そんなキャラクター、そんなエピソード、そんな伝説を私はこのエルバフ編では期待しているんで、最初の段階ではまあ肩透かしてるかね、ジャブをこう弱めに打つことでストレートがめちゃめちゃこう見えなかったりするんでね今はそのギャグ描写だよね。空島とかもね、なんか悟りとほとりとかさ、なんかあの辺ふざけて書かれたりしていってさ、していった上でまあゴッドエネルですからね、その辺はねこうコミカルに描かれることとかもあったりするんで、なんか期待したいところでございますけどね。ロードめっちゃ強いとかあり得る。そうっすね、こいつが悪魔の実の能力者なのか何なのかっていうのはまだ分かってないっすね。でこれ前回のその深掘りライブの時も言ったんすけど、エルバフって、まあ、いわゆる科学的に発展している地域ではないっていうイメージはあるじゃないですか。家が木造であったりとか、まあ、あのビッグマムの過去編しかないんでね、あれ60何年前とかなんで、そこからある程度発展しましたみたいな可能性はなくもないんすけど、なんかイメージとしてはやっぱり科学的に発展している国ではないっていうね。ってなるとこのプラスチックを加工してみたいなの、そんな技術がエルバフにあるのかみたいなさ、なんかなさそうなイメージがある。現実世界にのっとって言うんだったら、石油となんだっけ、どうやって加工してプラスチックで作っていくんだっけ、
プラスチックの主な原料は昔は石炭ですが、今は石油が使われています。日本では石油は 99.7% が外国からの輸入で、そのうち約 90% をサウジアラビアでやっていると。で、原油をタンカーで日本に運ばれ、石油精製工場に送られる。原油を熱して気体になる温度、沸点の差を利用してガソリン、ナフサ、灯油、軽油、重油、アスファルトに分けられます。プラスチックはこの中のナフサの一部を使って作られますと。日本では原油から精製したナフサだけでは足りないため、毎年ナフサも輸入しています。この輸入ナフサと原油を合わせた量のうち約 6% がプラスチックになります。これをエルバクの民の人間たちができるかっていうさ、石油とナフサと沸点まで熱することによって生み出される何かととかっつってさ、プラスチックを作れるのかっていう問題で、まあおおよそ無理そうじゃん。エルバフのこの文化水準みたいなの見えてる限りの表面的な部分でしかないかもしれないけど、ってなると輸入か輸出かっていう話になるんだけど、エルバフはやめとけって五老星のサタン星すら言ってた。海軍すら入れない、そんな国で、まあ、輸入輸出っていう概念があるのか、まあ、そもそもグランドラインっていうのがそれが難しいっていう設定だったりもするし、他の国との交流がなさそうな感じもしたりするんで、その線も難しいのかなとかっていう消去法で考えると、まあ、悪魔の実で生み出すしかねえなとは思うんですよね。まあ、悪魔の実、今のところは私はそのプラプラの実のプラスチック人間なんじゃないかと思ってますけど、ハイルディンも、まあ、いわゆるロギアを食った巨人族を見たことあるかっていうセリフがあったりするんですよね。メラメラの実争奪戦の時に。だから悪魔の実を食った人間を見たことあるかだったら絞られる対象もまた違うんですけど、ロギアを食った巨人を見たことあるかっていうことは、パラミシア食った巨人は心当たりがあるとかさ、ゾーン系食った巨人に心当たりあるとか、あそこでロギア限定にしてるってことは、こっちにこう心当たりがあるんじゃないか、それがこう幼い時から親しいロードっていうのがパラミシア系の能力者の巨人とかって考えると、あのセリフもまあ納得できるものになるなとかね。ワイヤーの網、ああそうだね、ワイヤーの網もインペルダウンとかをなんかねちょっと思い出しましたけどね、なんかあったよな、巨大な動物がワイヤーでみたいなね。まあこれはだから虫取り網だったっていう話だよね。前回見えてなかったけど、網の部分はあれも能力みたいな話なのかな。それかそうだね、ブロブロの実のブロック人間も普通にありそうだね。ただそのなんでプラスチックにしたかっていうと、マジックミラーっていう鏡っていうのをガラスで作ることもできるし、プラスチックで作ることもできるっていうのも現実世界ではあるんですよね。プラスチック製のマジックミラーみたいなね。って考えるとブロック人間だと、あのマジックミラーをじゃあどうやって作ったんだになっちゃうから、まあその辺考えるとプラプラの実のプラスチック人間がだから一番丸いかなっていう感じですね。おた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 の実おもろいな。ワンピースの、まあ、その似顔絵アプリみたいなのが開始されたと。まあ、このね、ワンピースのを扱っているチャンネルですから、少しはね、貢献させていただきたいなということで、紹介させていただきたいなっていうのがあって、まあ、いわゆる自分の写真っていうのを取り込んで、それを小田先生が描いた風の画像にしてくれると。あの、アプリ自体は無料でこう、落とせるんですけど、それをやってもらうのに若干お金がかかっちゃうっていうね。で、これ気をつけてくださいね。ポイントの購入の画面に向かうみたいな感じするとこうやって出てくるんですけど、あ、100ポイントが100円で300ポイントが300円なのね、つって俺でまあ1000ポイントのポンって買ったんですけど、実はこのポイントはその似顔絵作ってもらうためのポイントじゃなくて、違うことに使えるポイントなんですよね。まあ無駄にはなんないと思うんですけど、目的のものじゃないものを買ってしまったっていうね。実はこの一番下に利用可能な返還チケットみたいな、1枚400円とか、3枚900円、5枚1500円とかっていう、見てもらった方が一目瞭然かなと思うんで、ちょっと格好つけて撮った私の写真っていうのを今からお見せしますんで、それをワンピースのこの似顔絵メーカーでやったらどうなったかっていう、加工はあんましてないですけど、はい。これ恥ずかしいぞ。これが、私オッチーが調子乗ってた頃というかね、この写真をそのワンピース似顔絵メーカーに取り込んだらどうなるのかという、まずはプロフィールも出てきますね。ボンと通りな、その他称号黒ひげオッチー先生船長という判定を受けましたね。なんか写真取り込んだ後になんかアンケートみたいに受けるんだよね。力と頭脳どっちを使うタイプですかみたいな質問が10個ぐらいあって、なんかそういうのでも決まるのかな、写真だけで決まるのか。で、まあ、闇の実らしいですね。これ嬉しかったですね。で、所属が黒ひげ海賊団の船長ということでね、武装色、見聞色、覇王色はまだね、未確認ということで。さあ、小田先生に書いてもらえる似顔絵メーカー、作ってもらいました。はい、ドン。いやー、これはいい
素材もまあまあ選んだ素材が良かったのかもしれないね、これね。ベルゴさんだね、これね、完全にね。これはなかなか良かったかな。で、まあ、詳しく見るとピアスとか、ピアスが2つついてることとかもなんかちゃんとできてるしね。まあ、髭は消えてる状態になってんのかな。で、眉毛もなんかオリジナルの眉間のシワとか。で、目とかもやっぱりなんかワンピースのキャラクターに出てくる誰かっぽいよね、これね。コウザとかそういう感じの目になってんのかな、これわかんないけど。口もなんかどんな感じになってんだろうな、これな。いや、これがまあね、いろいろあると。今より多分ね、20キロぐらい痩せてたかもしんないよな。さあ、こんな感じのね、ワンピース、似顔絵メーカーでございますので、皆さんもね、自分の友達とかと一緒にね、こんな感じみたいな。で、普通にモッチー先生のあの洗剤みたいなのも一応入れてみてもらったりもしたんだよね。この写真も取り込んでみたんですよね、いつも通りのこのやつ。こいつを似顔絵作成するポチって押すと、例が4つ出てきて、どれを選択しますかみたいな感じになるんだよね。例えばこんな感じとか。これはでもなんか、小田先生っぽいっていうよりは、小田先生っぽいっていうよりは、みたいな感じしますよね、これはね。で、これか、これか、これか、いや、おもろいよな、これだから。一回作るの400円って高いんじゃねえかっていうね、声も出そうっすけど、いや、おもろいよな。で、まあ、これか。これ何なんだろうな、これは。これに関しては。よくわかんないけど、まあ、どういう風に判断されてるかわかんないですけど、こんな顔面にタトゥーみたいなの、あ、なんかこの辺のさ、このさ、この辺とかがなんか判断されたのかな、こうやってる時の。パイを使いでもあるしね。まあ、これは、まあ、私を知っている人であれば、あ、モッチー、完璧に、まあ、モッチー先生だよねっていう。うん、まあまあまあ、そんな感じでございますのでね。つまりは、1回のチケット400円。アプリは無料でインストールできます。1回のチケット400円です。まあ、3枚買うと900円でお得です。5枚買うと1500円でさらにお得です。みたいなことだと思うんですけど、1回だとしたら400円。そんな感じで写真を取り込むと、4枚、例が出てきますんで、この中のどれがいいですかっていうのを選択して、で、質問20個ぐらい答えると、あなたの懸賞金は何ベリーで、異名は何で、悪魔の実の能力は何で、で、何海賊団に属して、どんな組織に属してますみたいなのが、バンって出て、で、簡単にこう保存できるような、そんなシステム。で、まあ、その似顔絵以外に、もう多分いろいろこれからコンテンツも増えていくんでしょうし、まだ詳しく見てないんで、まず似顔絵の部分について。お話ししましたけど、皆さんね、ワンピース好きが、このチャンネルは集まっていると思いますので、ぜひともね、やってみては、いかがでしょうかという、ところでございます。いや、でもやっぱりその最初のさ、こっからのこれおーというね、いや、これ本当に小田先生に書いてもらった、こう、喜びをこう得られたかのようなね、これはなんかちょっと感動しましたね。こんなにいいんすかっていうね。まあまあ強そうじゃないですか、この海賊っていうね。これはなかなか。で、これも4枚あったんですけど、なんか保存してないですけど、なんかこれがダントツだったんでね。まあなんかイメージ的には、まあいわゆるその2枚が男性で2枚が女性っていう、多分バランスだと思いますね。そんな感じでございますんで、皆さんのね、好みっていうのがこう反映できると。ワンピよりクローズか鼻くそ飛ばしてきそういたな、あいつね、鼻くそ飛ばしのやつ。そんな感じでございますのでね。